こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です、はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は、夏にぴったりな、首元がすっきり見えるヘアアレンジをやっていきたいと思います。はい、はい、最近、お家でお祭りセットを買って、お祭りをする家庭が、増えてるので、ちょっとそういう時に気分もお祭りっぽくなるようなヘアアレンジをやっていきたいなと思ってますので、なるほど、ぜひ参考にしてみてください、はい、それでは動画スタート。ヘアオイルを使います。5滴出していきます。毛先から順に表面までツヤが出るまでしっかりとつけていきます。全体をブラシで溶かしていきます。後ろを斜めに分けます。三つ襟ぐらいでまとめてゴムで結んでいきます。反対側も同じように三つ襟あたりで結んでいきます。こんな感じで少し後ろあたりでツインテールになっていると OK です。根元のあたりに少し空洞を開けてくるりんぱをしていきます。毛先を半分に分けてギュッとします。反対側も同じようにくるりんぱをして、ギュッと締めます。斜めに分けた上の部分をくるりんぱすると真ん中が割れやすいので、そこを隠すように少しだけほぐしていきます。毛先の部分を前に持ってきて三つ編みを作っていきます。裏編みと表編みは好きな方でやりやすい方でやっていきます。毛先まで編んだらゴムで結んでいきます。少しきつめに結びます。反対側も同じように編んでいきます。ゴムで結びます。三つ編みの部分を広げていきます。根元の部分はそんなに広げなくても大丈夫です。反対側も同じように広げていきます。こちら側の毛先を持って反対側のくるりんぱの部分に毛先を通していきます。通した毛先の部分を反対側に折り込んで三つ編みの下の部分に入れていきます。ピンで留めていきます。反対側も同じように
クルリンパの部分に毛先を入れ込んでいきます。毛先を折り込んで内側に入れていきます。ピンで留めていきます。この時にゴムの部分に刺していくとしっかりと止まりやすいです。毛先の部分が出ていたら中に入れ込んであげてください。三角クリップを耳後ろあたりに留めてあげて完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます、はい、ポイントは、うん、分け目を斜めに分けることです。はい、はい、僕が言っちゃっていいですか。お願いします、はい、あの後ろでこう分けてツインテールしたんですけど、あれをねまっすぐに分けるとすごく真ん中のラインっていうのが結構出てきてしまうの で今回は三崎さんが斜めに割って分けてからヘアアレンジ始めたんですけど、まあ、そうすることによってちょっとこの分け目っていうのがパックリ真ん中で分かれる分け目が隠れてくれます。でそれでも結構分かれやすいという方はその分け目を隠すようにこう少しだけほぐしてあげると綺麗な形になってくれるかなと思うので、結構おすすめな方法かなと思います。私がそう言いたかったです。はい。ありがとうございます。はい、で、あとピンね。はい、今日久しぶりにアメピンを使ったんですけど、でアメピンはあの基本的にこう玉ありってやつがあるんですけど、あれを使う方がいいです。なぜかというとこの玉のやつがないとこう刺した時に頭皮がガリガリって傷つけやすい、感じになっちゃうかなと思うので、玉だとそんなガリガリっていかないです。むしろこう、はい、頭皮に沿って綺麗に刺さってくれるかなと思いますので、あのピンね、皆さん使われる方も結構多いかなと思うんですけど、玉ありの方がポイントなので、はい、それもよかったら覚えておいてください。はい、で多分ピン留める時もさっきゴム毛先をゴムで、ね、三つ編みして、でゴムをそこで、つけてからピン刺していたんですけど、で髪の毛に刺すっていうよりはゴムに引っ掛けて髪の毛に刺す方が綺麗に留まります。なのでゴムを活用して、ゴムに引っ掛けてピンをつけていくと、ピン止めが苦手な方でもバッチリ止まるかなと思いますので、はい、ぜひ合わせて覚えておいてください。はい、お願いします。はい、お家でね皆さんねこうお祭りセット、はい、そう お祭りセットやられる方もねやっぱ多いかなと思うんです、はい、まあお盆終わっちゃってどうなんかなと思うんですけど、まあ夏のね、気分を味わうためには、結構ね楽しめる方法かなと思いますので、はい、その髪ね、それもその髪型もやってね、楽しんでもらえたらと思いますので、はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、はい、ありがとうございました。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。